サンペールです。24歳、スペイン U21 代表の経験があります。バルセロナのトップチームではリーグ戦は1試合の出場にとどまりましたが、まあ、グラナダなど期限付きで行ったチームで出場していました。イニエスタ取れるかどうか。これサンペール、ポドルスキ戻して初戦、柏木のワンタッチでエベルトンが前を向く。戻ったセルジ・サンペールと山口で挟む。ちょっとまた起点を作ります。マルティノス、セルジ・サンペール、今のところですね、サイドバックの裏のスペースですよね。あそこにやっぱりのサイド、あたりこれはちょっと難しいプレーを選択しました。マイケル・ジェームズ、長谷川ブロックをしました。知念、追いかけていきます。挟もうという発生、鈴木がその流れで攻め上がった。前で奪
ってサンペール、シュートかリフレクションしました。